今日のコメント、 TikTok も最近動画投稿復活してくれてるからマジで嬉しい。これからも頑張ってください。あ、そうなんです。実は復帰してから TikTok をまた始めました。オフレシュンです。どうもハリコットです。皆さんアリポケは好きですか？僕は大好きです。てかスー君、一緒にゲーム実況やらん？いいけど、できるの？ゲーム実況同時に声出すんだよ。できるの？そこで今回はポケモンを擬人化させたファンアートをご紹介していきたいと思います。手は関係ないけど、みんなの最近あった楽しいこと気になるな。よかったらコメント欄で教えてください。というわけで、よかったら最後まで聞いててください。ポケモンを擬人化させたファンアートがすごすぎる件について、今回はポケモンを擬人化させたファンアートを紹介していきたいと思います。書かれた方はこちらの方なんですが、すごく素敵だったのでいくつかご紹介していきたいと思います。過去にこの方とのコラボ動画は概要欄に載せておきます。また今回紹介する他にもインスタグラムにはたくさんのイラストが上がっていますので、興味のある方はぜひ概要欄から飛んでみてください。それでは許可いただいてますので順番に見ていきましょう。まずはレジェンズアルセウス、翡翠地方で登場した翡翠ゾロは本当に今大人気ですよね。これが擬人化したらこんな感じ。かわいい。目の垂れ目と不安そうなところがちゃんと表現されていますね。ちっちゃいところも子供にして表現してるのいいですよね。そして翡翠ゾロアの進化系、翡翠ゾロアークの擬人化も描いていました。その姿がこちら。うおー、かっこいい。モワモワしてる部分の一部をギターで表現してるのは斬新ですよね。髪の毛もいい感じでまんまるすごいです。次は個人的にすごい可愛くてみんなに見ていただきたいラスト、チュールの擬人化、それがこちら。めちゃくちゃ可愛くないですか？ちょっとスパイファミリーのアーニャミがあって個人的に一目惚れしました。そして次は幻のポケモン、セレビーの擬人化、これもめちゃくちゃ可愛いです。こちら、うわー、可愛い。ピーターパンのティンカーベル顔負けの可愛さですよね。頭の形を髪の毛で表現してすごいです。次はルギア、第2世代の伝説のポケモンですね。かっこいいポケモンなんですが、擬人化したらどんな感じになるのか、それがこちら。うわー、かっこいい。ちょっとファンタジー感があって擬人化しても伝説感がありますよね。素敵です。そして同じく第2世代の伝説ポケモン、フォーの擬人化がこちら。うわー、神々しい。フォーの神々しいのがめちゃくちゃそのままですね。本当に神様みたい、かっこよすぎる。僕も神様になりたいです。今回紹介するのは以上です。他にもすごい擬人化イラスト、この方はバンバン投稿されていますので、みんな絶対インスタグラム飛んでね。とまあこんな感じでポケモンを擬人化させたファンアートをご紹介してみたでした。ちょっと僕を押したチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。